行っちゃった。ミス・イリーナ、なんていうかさ、私たち置いてけぼりよね。諦めるって選択はしないんでしょ。当然よ。あなたが諦めてくださると、私のアード君1万人ハーレム計画も順調に進むんですけどね。我々の出撃はアード様が考案なされた作戦行動です。じゃあアード様は、魔王の不死性は霊体分離の秘術を用いたものだと推測されました。死とは霊体と肉体を同時に失うことですから、両者を分かつことによってほぼ不死となります。もう一つは媒介を破壊されると不死性は失われること。現在バルバトス様の指揮のもと行われている戦闘はあくまで陽動作戦ということになります。らしくありませんわね、ミス・イリーナ。ミス・イリーナがヘタレな人だと知ったら、きっとアード君はがっかりします。こういう時はやったー、万歳とか能天気に騒いでいればいいんです。このまま一気に制圧する。いつ戻ってくるのか言って欲しかったのだわ。やるわよジニー。はい。これはどういうことなの、ラディマ。つまらぬ言い分をあえて口にしよう。人質の命が惜しくば我が軍門に下れ。お前は俺に言い訳を与えようとしているのか。人質を救うためにはお前と手を組んでも仕方がない。俺たちの思いはどうなる。親友を自らの手で殺したリディアを生かそうとすれば、俺は多くの命を奪うことになる。貴様とて心の奥底では同じ考えでいるのではないか。脅迫のつもりか。わざわざ媒介をこんな場所に置いたのも。なんであんたが。私の行動理念はただ一つ。まったく困ったこと。あなたの弱点は精神的な脆さですわね。魔法も使えない状態のあなたたちに何ができるのです。本当にムカつく。褒め言葉ですわね。想定外ではあるけれど問題ではない。何匹呼び寄せようが私たちの敵じゃないわ。もっと歯ごたえのあるやつを呼べよ。